テレル・ハワード・ベルはアメリカ合衆国の政治家。ロナルド・レーガン政権で第二代教育長官を務めた。1921年11月11日にアイバホ州ラバホットスプリングスに誕生した。ベルは8歳の時に父親と死別した。ベルはアルビオン市範学校を卒業した。ベルは第二次世界大戦中に海兵隊に軍曹として所属し、 太平洋地域での戦闘に参加した。退役時は総長の階級であった。第二次世界大戦後はアイダホ州に戻り学歴及び職歴を積んだ。1946年に南アイダホ教育大学で学士号を取得。その後ベルはアイダホ州内の高校で1946年から1947年まで高校教師として勤務した。続いてベルは アイダホ州でロックランドバリー高校教育長、ワイオミング州でスターバリー高校教育長を務めた。1971年にユタ州へ移り、ウェーバー軍ンコ教育長、ユタ州立大学教育行政学教授、ユタ州公共教育局長、グラニットコー教育長、ユタ州高等教育委員長を歴任した。マタベルは連邦政府の保健教育副からも、 人事投用を受けた。ベルは保健教育副首相において、1970年から1971年まで教育システム局副長官、1972年から1972年まで教育局長官代行、1974年から1976年まで教育局長官を務めた。1981年にロナルド・レーガンが、 大統領に就任すると、レーガンはベルを教育長官として指名した。ベルは高校教師、大学教授、教育行政職まで務めた人物として、教育界から評価され賞賛を受けていた。またベルは金融界からは謙虚な人物と目されていた。1981年にベルは教育の卓越性について、研究を行うための委員会を立ち上げるよう、 レーガン大統領に要望した。レーガン大統領は教育の卓越に関する国会委員会を発足させ、内国の教育情勢について研究を行わせた。1983年、教育の卓越に関する国会委員会は報告書、危機に立つ国家を発表し、アメリカの教育水準が国際的に遅れをとっていると指摘した。また報告書は、アメリカの教育基盤が 上昇する凡庸性の潮流により侵食されつつあると言及し、教育改革の必要性を訴えた。ベルの教育長官就任に際し、周囲はベルが教育省の解体を主導するものと予想した。だが、教育省の解体には議会の承認が必須であり、議会は教育省解体に好意的ではなかった。また、ベル自身も教育省解体には否定的であったため、 実際にはベルが教育省の解体に着手することはなかった。レーガン大統領は教育省の廃止に賛成していたため、ベルはレーガン大統領に本意を求めた。最終的にレーガン大統領は教育省廃止に着手することはなかったが、レーガン大統領は教育省の予算削減を実施した。その結果、ベルは1985年に教育長官を辞任した。 教育長官退任後、ベルはユタ州へ戻り、ユタ大学で教員となった。1988年、ベルはカイコロック、サーティーンスマン、エーレーガンキャビネットメモアールを出版した。1996年6月22日、ベルはユタ州ソルトレイクシティにおいて呼吸不全で死去した。ベルの遺体はソルトレイクシティ市内のラーキンサンセットガーデンズ墓地に埋葬された。 ありがとうございます。